好きとか嫌いとかこんばんは。今日もときめきメモリアルの方やっていきましょう。駆け抜けてゆく。今日も鏡の前で髪を溶かして、ピンクのリップはスイートマジック、とっておきの頃。あ、マイク遠い？マイクを上げようか。マイク、ウィスウィス、あああって、あああああ、ウィスウィス。好きなのケーキ、ジュジュヌヌヌヌヌヨカウ、そよ風に乗せ。うるさい、これは。礼服のリボン結び直したら、今日こそ言えそう。Love is real。 これぐらいかな、これぐらいかな。ウィス。というわけで、ときめきメモリアル今日もやっていきますが、音量の方は、あ、ちょっと待って、エコー外すわ音量の方はこんなもんでよろしいでしょうか。ええ、ね、うん、いやーね、ちょっとね、前までさ、生放送の途中にさ、音がバリバリ鳴ったりしてたけどさ、とうとうもうゲームキャプチャーボードを満を持して買い替えたので、今日はもう大丈夫だと思います。はい、ゲームをあげる、あげました。今日はもうバリバリならないですね、きっと。おはよう。今日もサクッと行こう。まだちっちゃいかな。こんなもんかな。よっしゃ。でやね、でやね。爆弾なんか結構ついてなかったっけ。なんか気になんねんけど。ね。覚えてる人おる、前回の、ね。爆弾ありますよね。しかもなんか3つぐらい結構ついてたよね。爆弾。ちょっと危険な感じやな。せっかくやから、ちょっと一回、まあ、適当に文系とかやって、よしよ電話して、リセットしましょうか。一回見とこう。うん。あ、はい、ストリップ来た、すきさらぎさんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、小敷さん。よろしければ、一緒に帰りたいと思いまして。よし。それでは、帰りましょう。小敷さんはついてないですね。一人は如月さんということが分かりましたが、なんだなんだ、誰だ。もしもし、早乙女ですけど。うん。なんだ、元気ないな。さっき小耳に挟んだんだけど。おっとおっと、鏡さん、おっと。あ、でもこれで2つ分かったな。なるほど。で、由美ちゃんもついてると。なるほど。これからもっとよしおに電話して自分の評価チェックしなかな。え、じゃあこれもうそれで3人分かったか。マジか、ちょっと危険やな。え、今爆発した？え、今爆発したの？うっそ。え、爆発してた？うそやん。マジか。ちょっと待って、どうしようかな。どうしたら防げる、どうしたら防げる。うん、ミラミラ爆弾。ちょっと待って、今のなんかね、音が聞こえなかった、爆発音が聞こえなかったので、もう少し音量上げるか。で、今ボンって言ったか。マジか。これまずいですね。かな、ゲーム始めた瞬間爆発するとはな。じゃあ、ていうか今の出たのって爆発音やもんな、確かにね。あれ、音量これ以上上がらんの。ちょっと待って、マイクの音量下げて、ゲームの音量もちょっと上げて。そやね、如月さんの爆弾もやばいことになったからね。マジか。
マジか、これはまずいですね。ということは、待って、ちょっとこれはリセットもんなので、とりあえず適当にリップでも上げてます。でもこれ闘魂列伝か。ユミニ、嬉しい、うん、開けてもいいですか。わあ、ありがとう。これ普通やなね、そうですね、うん、爆発したらね、みんなの評価下がるんすよね。勉強頑張ってね。はい、ありがとう、うん、とりあえず評価聞こう、うん、とりあえず評価聞こう。よしおくん、これ一個前のセーブデータからやるしかないよな、結局な。なんだ、当たり前のこと聞くなよ。ところで、どうしたんだ今日は。評価、評価か、ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価はこんなとこだなあれでも、でもひもさんまだ生きてる、ひもさんまだ生きてるからまだ大丈夫や、まだ大丈夫やけど、やべえなやべえな、うん、いや、これひもさん生きてるからこれでいきましょう、うんうん、いや連鎖やばいけど、ちょっとよし、ちょっとでもリセット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 、あったあった、うん、耳かポチってよく聞けよ。ってとこだな。うん、なーにってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれや。爆弾の爆発がね、早い子はいない。今んとこ全員同じ感じやった。うん、一個前って、あ、出えへんのか。一個12番は、あ、12番1月か。それは戻りすぎやな。し、頑張ろう。よし、一発爆弾爆発するのはね、うん、キサラギ、ヒモ、オネキ、ニジの、ユミの順番。あ、マジで、え、今ので分かった。え、爆弾のあまり分からんかってんけどな俺。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ってことはとりあえずデートしまくりにはいかんので、あー、きついな。なんかちょっと容赦あげたらミラさんちょっとマシになるとかないよな。ないよな、ないかな。ちょっとあげようか。ユミがちょっと早かったか。うん。あ、朝日奈さん可愛すぎる。うん、お茶して帰らない？いやー、俺今日さ、せっかくなんかめっちゃ元気やったのにさ、なんか急に爆発にやられたな、ほんま。それじゃ。天中殺やわ、ほんまに。ね。うん。つらいわ。うん。うん。キサラギが秒読み。え、マジでそういう状態今？爆発結構ちっちゃいね、確かに。さっき聞こえへんかった。ゲーム音をちょっと自分の方で上げてやっと今聞こえた。まあまあ、ミラさんはもう仕方ないな。早くなんとかした方がいいぜ。分かった。うん。でも朝比奈さんと変えることにより他の子の昇進度が上がるんか。ユミが若干遅いんか。あ、ユミが若干遅いねんね。はいはいはい。うん。で、ユミちゃんは、これやな。闘魂ヒストリー大全。うん。え、これって、闘魂ヒストリー大全上げるのって爆弾効果あるかな？嬉しい。開けてもいいですか？うわぁ、これ欲しかったんだ。少しやね。オッケーオッケー。じゃあユミはこれでちょっと時間を稼ぐと。オッケー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 。なんだなんだ。もしもし、立て場や、立て場や、立て場や。今お前にかまってる暇はないんや。可愛いんやけど立て場やは。コアラ可愛いのは知っとるけれども。ん。あ、え、これ帰ったあかんのか。だから。これで帰ることにより他の子の昇進度が上がってしまうから、このここはちょっと心を鬼にして
ヘルメットちゃんとは帰らないようにすべきというところなんかね。そうよね、そうよね。ちょっとこれはもうみんなのコメントも参考にしながら頑張ってみるけれども、うん、え、でもなんかな、うーん、まあいいや、一緒に帰って噂されると恥ずかしいし。失礼します。あ、ごめんごめんごめんよ。いや、めマジ申し訳ないな、これほんと申し訳ないな。ねえ、あ、ちょっと待って、俺今日放送ツイートしてないな。ツイートだけするので少々お待ちください。じゃあ、ね、厳しいな。三木原さんもボマーやろな。でも、キサラギさんも結構ボマーやろ。ボマーばっかりやんけ。ちょっと辛いの、これは。ね、まあでも、キサラギさんやな。キサラギさんが秒読みやったから、ちょっとキサラギさんからいきましょう。です。何のご用でしょう。ちょっともうここは鉄板でいきましょう。で、電話しまくらなあかんから、だいぶ一番先にしとくべきやよね。よし、一番先、はい。で、図書館、図書館もう鉄板で、うん、よしよしよし、はい、いいですよ。ワンが一番爆弾処理きついよね。爆発も早いからな。わかりましたね。よし、で、まあまあまあ、ちょっと明日から全部調子悪いけども、うん、素敵なところがまだましそうなので、勉強文系でも上げていくか、うん、いや、ワンはもう後半そういやもうほぼ爆弾処理芸になってたような気がするもん。確かに。あ、こつらっしゃいらっしゃい、うん、あ、ゆっくりやっていくよ。しおり、どうしたの。家もお隣同士だし、たまには一緒に帰ろうと思って。あ、で、これも断らなあかんの。あー、心が痛い。これによりしおりが爆発しそうやけれども、まあでも一緒に帰って噂されると恥ずかしいし、返し、そう、じゃあ私先帰るね。待っててくれたのにひどいこと言っちゃったな。くそー、誘わないでくれ俺を。本当に俺を誘わないでくれ。あ、いいです。イベントかな。三木原さん、何の用だったんだろう。うん。よし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 、爆発来てないな。で、ユミちゃんがちょっとマシやったから、ひもさんの方が言うてもまだ惚れてるから後でいいと思うねんな。虹の先生は。ああ、モテオですよ。モテオは、はい、いろんな人と付き合わなきゃいかんのですよ、これは。あ、私に来よう。あ、かわいいな。反応がかわいい、またこれね、うん、よし、じゃあきらめき中央公園でも行こうかな。うん、ちょっともう鉄板系で行きたいから、なんかスポーツ観戦とかあったらいいんやけどね。あ、ボーリング場とかあれかいいんかな。でもなんかスポーツ系がいいんよな。あんまないんよ、あんまないので。いや、鏡さんは爆発したから大丈夫なんですよ。逆にね、うん、逆に爆発したらね、とりあえず取れるんですよ。なんかどういう量刑なのかわかんないけれども、爆発したら大丈夫になるんですよ、なぜか。よし、じゃあきらめき中央公園に行きましょう。いいわよ、うん、鏡さん爆発しちゃった、残念ながら。うい、やった、6月22日が楽しみだぜ。さて、さてさてよ、次よ。運動かな、運動かな。
な。いや運動これ以上上げてもなってとこあんねよな。うん、まあでも運動がいいから運動かな。いやでも体調ちょっと整えとこ今のうちに。お久しぶりですカズマニキ、ほんまにお久しぶりやな。ウィスウィス。バンポほらプロレス野球野球、なるほど。うーん野球ね、7月と8月が野球か、なるほどね。オッケー、ここに西野さん誘うのがまあまあ良かったんかもしれんけど、ね、うん、で次やな、次がひもさん、ひもさん、はい、ひもです、頼むわ。私何かひもさんやろ、用件を早く言いなさいよ。ひもさんはね、もうちょっとここに誘っていくしかないんやけれども、前回ジャンク街行った気がすんねんな。だから前回ジャンク行っちゃったからちょっと別の場所に行くべきやろ。ジャンク屋ぐらいしかなんか、あの動物園とかが意外といいんやったっけ確かね、前の感じ。あ、植物園とか行ってないな、あんまり。で、ちょっと植物園にしましょう。それじゃあ6月29日に植物園の前でね。それじゃあどこで待ち合わせ？さてで超絶爆弾処理の後はどうしようかな。もっと寝るか。うん、体調をガンガン上にしとこう。いやもう惚れられてるし、いろんなところで、あ、そっか、惚れられてるからあんまり断られないよね、どこでデートしても。やっぱきらめき高校は夏服がいいですね、可愛いですね。家もお隣同士だし、たまには一緒に帰ろうと思って。オッケー、でもこれもこれも断るべきだよな。じゃあ私先帰るね。つらいな。ゆみちゃんに電話した後は一緒に帰っていいよね。お、ん？よろしければ一緒に帰りたいと思いまして。今3年目だよ、もう終わるよ、終わるよこの年で。え、どうしようかな。え、なんか小敷さんのこのほへっていう顔かわいいな。あー一緒に帰りたい。帰ろう。それでは帰りましょう。帰ろう。すぐに折れる。もうすぐ小敷さんの誕生日だよね。え、そういえばそうですね。うん、自分の誕生日忘れてたんじゃ。はい、忘れていました。そうか、というようなことを話しながら下校した。いや今の小敷さん可愛いよなね、小敷スチルみたいな。うん、でこれか、これはな、どれが一番簡単？スプーンリレーかな？玉転がしめっちゃ難しかったからな。あ、借り物競争かな？借り物競争いくか。二人三脚も俺なんか失敗したもんな。借り物競争とか簡単やろ、どうせ。どうせ簡単ですよ、こんなもん。封筒に書かれている女の子を方向キーの上下で探し、左右に探してゴールまで連れていくねと。連れていく女の子は、ちょっとしおり、しおり落ち着け。しおり落ち着きたまえ。ちょっと一箇所にとどまりたまえ。あ、これ簡単やん。お、あ、で、マルレンだね。はい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 。え、何が書かれてる？はい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 。うん。さあ、書かれた女の子。ミオちゃん、キサラギさん。あれ、キサラギさんどこ？え？あ、これか。オッケー。しゃ、連打や。おー、やばい。2位になる。2位になる。2位になる。さあ、いやいやいや、嘘嘘嘘嘘嘘、めっちゃ早い、みんなめっちゃ早い。草薙さんが早いか遅いからちゃうんかこれ。ちょっと嘘やん、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 嘘やん。ちょっと3位になる、3位になる、3位になる。カメ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 。おお、嘘やろね、長い長い長い。あ、ギリギリ3位。ああ。頑張ったんですけど。え、これって。キサラギさんの足のせいじゃないの？そうやんね。だって
最初早かったもん。ちくしょう。よし、次はしおりとだ。あなたとなの？まだそんなに好感度落ちてなさそうやな。よかったよかった。ね。そう、運が悪かったな。まあ、嬉しい。3位に落ち着いたからまだましだ。いいね。いや、かわいいわ、ほんまに。次。よし、次は朝比奈さん。お、朝比奈さん来るんや。へえ。え、ここって好感度順じゃないの？ひもさんの爆弾まだ取れてない？もっと面白いことすればいいのに。あ、ちょっとなんか嫌そうな顔もいいですね。うん。朝比奈さん強いな。うん。ほら、キサラギさんのせいにしないの？いや、だってそうなんやもん。だってだってなんだもん。ね。それはもうだってだってなんだもん。仕方ないですよ、それは。デートするまで爆弾は取れんの。ああ、そっか、今回そうなんやな。昔それか、ワンはそうなんやな。きついな。うんね。で、それか雑談しつつ、ゆみちゃんやな、ゆみちゃん。うん、ワン厳しいな、だいぶ。まあ、これぞワンって感じやけれども。海に行くようですか。そうだな、そうなんだよな。格闘技とかやってなかったもんな。ん、あ、なんかいろいろあるな。カラオケとかこういうの好きじゃないの？あの、嫌いでもない、好きでもないぐらいかな。うんね。コンサート会場は、あー、ちゃうわ、なんか交響楽団みたいなやったからあかんね。まあでもなんかアクティブなとこも好きやし、まあ、ゲーセン行っとくか、鉄板で。うん、うん、いいよ。よし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 。うん、うん、わかった。約束破ったらハリセンボン飲ますからね。ハリセンじゃあやっぱ知り合うべきじゃなかったな。いや、意外といけんちゃうとか言ってね、たくさんの女に知り合いすぎてしまったで。そう、こんなに爆弾ばっかりつきやがって。なんでみんなそんなに爆弾をつくんや。ちょっと、雑学あげるか。俺、みんなに優しくしてたで、八方美人にしてたで。みんなの、お、今日は星木さんの誕生日じゃないか。オッケー。だからじゃないの。あ、そうか。そやねんな。なんか、一緒に女の子と帰ることで、それを見た他の女の子が傷ついてしまうと。っていうのは、なんかもう基本的にみんな主人公に対して好感度が高いという前提になってしまうんやけど。うん。するする。お、テレビゲームではない。7色の毛玉の糸か、観葉植物の鉢植えなんですけれども。あ、なんかあの編み物好きやったイメージあるな。え、でもこっちちゃうかな、観葉植物。なんか植物園も好きみたいなコメントもらってた気するからな。毛玉の糸、あ、違う、毛玉の糸じゃない、毛糸の玉。毛玉の糸とか終わっとるな。うん、観葉植物や。出てないのね、清川さんですね。そうですね。星木さん、まあ何のご用でしょうか。今日誕生日だよね。はい、プレゼント。そういえば今日は私のお誕生日でしたね。開けてもよろしいでしょうか。おうよ、いいよ、開けても。どう、これはまた結構なものを頂戴いたしまして。いやいや、我が家の家宝にいたします。そこまでのもんじゃないよ。なんかあれやね、あのガールズサイドのあのカッペイさん思い出すね。なんか家宝にすると先祖代々伝えますみたいな。そこまでせんでええのに。ああ、今日は調子が悪いな。報われぬ努力を。お前のせいだ。ムカつくわ。あいつほんまな。お、情報雑誌を見ながらコナミコマンドを入力すると、え、上上下下、左右左右、×丸。ちょい。あれ、俺今打ち方間違ってた。じゃあ×押したらキャンセルしちゃうなと思ったけど。あれ、場所違うかった。
どういうことだ。待って、そっか、そういうことになんねんな。一人目にデートしたのは、一番最優先でデートしたのは、キサラギさんやから図書館だよね。図書館、図書館ですよね。合ってる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 よね。ちょっと一応確認させて、これは。うん、大きいよね、大きいよね。コナミコマンドを名前に入れるとなる。名前か、なるほど。うん。よっしゃ。あー、怖え。あー、かわいいやん。なんだ、私も今来たところですから。なんだ、かわいいじゃん。なんだよ。それでは中に入りましょうか。俺キサラギさんに興味ないって思ってたのに、かわいいじゃん。なんだよ、どういうことだよ。かわいかったらダメだよ。探し物の方はありますか。俺もう誰のこと好きになったらいいか分かんなくなるよ。この文学書探しているんだ。それならすぐにわかります。この文学書、待っててくださいね。探しているんだ。こういう風に使っていけばいいねんな。割と良い印象を与えたみたいだぞ。今日はとても楽しかったです。可愛い。今度また。可愛くない？結構これねえ、結構可愛くない？今度また誘ってもいいかな。あ、はい、もちろんです。結構俺可愛いと思ってんけどな、この感じの格好。まあちょっとそのなんやろ、一般的に見たら芋臭い部分もあるかもしれんねんけど、それはキサラギさんやから許されるところも相まって可愛い。結果可愛い。途中まで一緒に帰りませんか。なんや、爆弾つけといて。ほんまによかったよかったね、うん、いや、 やっぱすごいな、うん、可愛いわ、ときめもはキャラクターが。さてさて、ですね、これか、緑の曲線、ここをこう描いていく感じでいくね。緑の曲線のところを、行くとしたら、芸術も上げたいが、あ、でもそうか、緑はあれか、知性か。あ、次のデートの場所を確認しておこう。ほんまや、そうすればよかった。ありがとうコメント。でも俺は勉強してしまった、間違えて。しおり、そろそろ帰っとこっかな。ちょっと3連続断りは逆爆弾が怖い。ちょっとこれは帰っとこう。それじゃあ帰りましょう。ね、これは帰っとこう。何回断んねんっていう状態なんで。虹野さんやね。虹野さんは中央公園です。大丈夫です、はい、覚えております。うん、待てな。情報誌を見ながらコナミコマンドを入力する。名前のところ、どういう名前のところって、どういうことや。ん？ん？え？どういうこと？ん？名前つけるときにコナミコマンドにする。え？それってコナミマンの話じゃないの？コナミマンにしたら全パラメータが573になるってやつじゃないの？じゃなくて？なんかそれはなんかそれとは別で、このコナミコマンドをこれ入力することにより何か巻き起こるんやと勝手に思ってたんやけど、うん、見ながらってあるよ。星木さんと夏に水族館行った？行ってない、うんうん、あ、ストレスもそう573やから、最初はもう 寝ないとすぐ病気になってしまうというあれです。上下下、左右左右、×の時点でこうなるから丸押したらもうデートない。なぜやな、これどういうことなんやろな。あ、オールステータスゼロになるのがあるんや、名前のところで。へえ、虹野さんやからきらめき中央公園ですね。 OK、よっしゃ。私も今来たところだから。可愛いけど、この服はどうなんやろな。なんかこの時代って流行ってたんかな、こういうさ、いちごとかさ、果物が散りばめられた服って。あんま最近は見えへんよな。そうね、行きましょう。ね、初めて生放送見れた。いらっしゃいいらっしゃい。こういう道だったら気持ちよく走れそうね。まったりゆっくりして行ってくれ。
そうだね、気持ちよさそうだね。これはもう当たり障りなくていいよね。今度一緒に走りたいね。いや浅い会話だ。今日はとても楽しかったわ。とてつもなく浅い会話だ。誘ってくれる？オッケー。それじゃあ今度連絡するよ。さあ帰りましょう。うん、追加情報が出るらしいですよ。あ、やっぱそうなん？でもどうやんねやろ。じゃあこのなんかマウスモードをやめたらいいんかな。アイコンモード、アイコンモードじゃマウス設定ちゃうな。メニューモード、違うな、判定がめっちゃ厳しい。それはやりたいな。入力がシビア、なるほど。罰が認識される前に丸を出すと、きついな。うん、マジか。ちょっと次頑張ってみよう。うん、セーブしとくか。うん、どうせまあデートはするからね。うん、リスクはないけど挑戦は1回しかできない。そういうのは、うん、ビエって押せばいいね。ビエ挑戦や。感性、じゃあ知性がいい状態なんで、ちょっとクラブ活動行っておきましょう。クラブ活動行くことによりちょっとひもさんの留飲下げられへんかな、少しはね。初見です、いらっしゃい。俺はね、ひもさん狙いです。今回は縦林結構来るね。バッシーこの前も入ってたぞ。俺か、俺かってほんまに俺なんやろな、これな。なんかスパイみたい。よし、じゃあちょっといくぜ。上上下下左右。今その3年目です。もう今年で終わっちゃいますので、はい、残念ながら上上下下左右左右ビッ、あ、くそダメだ。ダラッと押してんけどね、今ね、人差し指と中指でダラッと押してんけどダメやったな。で誰や、あれユミちゃん最後にゲームセンター行ったから植物園やな。うん、いやむずいこれ。また別に待ってないわ、時間通りだから。うん、遅れなくてよかったよ。それじゃあ中に入るわよ。うん、そうだね、中に入ろうか。めっちゃシビアやね、ほんまに。食虫植物を改造してみて。成功させたいなこれ。うん、好きにしたら、いやいや、何や何や、これあ、でも何を作る気しかないよな、これ。全部失礼やもんな。まだ特に考えてないわ。今はやることがあるから、あとね。ん、まあこんなもん。あれ、どれやったんやろ。なんか、残り2つ失礼でしかないなと思った。たまには研究をしない休みもいいよね。ね、まあとりあえず行こう。はいはい。爆弾は取れたから。そろそろ帰るわよ。惚れてる状態やしね。まあまあ、全然大丈夫でしょう。よっしゃ、ね。ここでそうやな、ここでセーブしといて、これで一応全員デートし終えたじゃないわ。ゆみちゃんがあるわ、まだ。次行こう。うん、運動家感性やね。芸術あげるか。ストレスも体力もいいから芸術あげるか。メモリアルの実写化ときめきメモリアルのメディア展開、基本的にミス、なんかいろんな展開って結構ミスってる感があるんやけどな。ときめきメモリアルの、パズル玉はそこそこ売れたんかな。で実写化はまあ、オンラインも微妙やったよね。でパチスローも絶対微妙やったよね。全然知らんけど、なんやろな、あと何がある。まあ、あのドラマ CD とかね、そういうのはね絶対ファンが買ってたと思うんですけど、ね、他にどんな展開あったんやろな。アニメもあるんか。アニメは OVA とかやね。テレビアニメじゃないよ、ね、前か。
あ、朝比奈さんがいるぞ。ドラマシリーズは特に虹野さん、虹野さんのドラマシリーズめっちゃ人気あったよね、ほんまにびっくりするぐらい。その次が片桐さんあたりかな。片桐さんもかなり人気あったイメージあんねんけどな。まあまあしおりも絶対的人気はあったんやけどね。なんかそんなんやね。あ、今帰り？いやーいいな、ちょっとこのなんかちょっとヤンキーっぽい感じの顔もいいな。いやこれは帰っちゃう。私これから友達約束があるし、ごめんね。朝日な。じゃあね。朝日な。いやでもこういうちょっと普通の感じもいいな。うん。あー今日も疲れたな。鏡さん来た。あ、今帰りかしら。これはちょっと帰っておきましょう。私別の男のこと約束があるの。結構ずかぼこにされていく。あかん、もう鏡さんの好感度はもう無理や。諦めるしかない。これ無理や。よっしゃ、ちょっともう一回挑戦な。行くぞ。あれ爆弾破裂したりしました。なんでバレたんだ。そうなんだよ。これかなり早くやな。ね、超武闘伝かなんかで、うん、速攻でカカロットを鳴らした時、上上下下左右左右もう感度良すぎ。無理じゃんこんなん。いちごこれ。この衣装めっちゃ覚えてるわ、このいちごの衣装。そして謎のポーズ、ゆみちゃんといえばこのいちごのシャツに謎の両手上げポーズですよね。ゆみも今来たところです。この T シャツはありえんよな、ほんまな。伝説のいちごやよな。遅れなくてよかったよ。早く入ろうよ。うい、そうだね、中に入ろう。で、まあ、ビデオゲームでいいはずですね、ゆみちゃんの場合。ゆみ、女の子だけどゲーセン好きなんだ。女の子最近も結構おるからね。むしろ最近は結構おるからね。当時は、最近は女の子も結構来てるよ。なんかな。いやでもね、こういう感じじゃないと思うよな、ユミは。ユミはね、不良になっちゃう。いやでもそうでもない、別に。いやまあ、これでいいんかな。これでいいんかな。うん、ユミ。ゲーセンで知り合ったお友達がたくさんいるよ。あ、そうなんやな。まあこんな、そうですか。まあいいや。今日は楽しかったです。また誘ってくださいね。2やったんやな。あ、そうか、別に構わないよ。やったんやな。一緒に帰りましょう。まあまあいいよ、もう爆弾取ることが目的やから全然いい。ね、茶羽ね。茶羽ねって。よっしゃ。いやこれでちょっと一応爆弾回収ロード一回終わったので、ここで一旦セーブをして、ここで一回セーブして、でよしおにまた聞くか。こうしてる間にもまた爆弾が絶対ついてる気がするんですよね。なんで、ね、ちょっと芸術でも上げつつ、当時も UFO キャッチャープリクラで結構女の子いましたけど、プリクラって何年 ?1900 これ出た頃やっけ。いやプリクラ、そう、俺プリクラからゲーセンに女の子がかなり増えたっていうイメージはあってんけど、プリクラって1995年ぐらいにもうあったんやったっけ。97年ぐらい。そうだ、まだちゃう。プリントクラブウィキ、プリントクラブは1995年の7月に発売。まあでも出たばっかりの時はまだどうしようって感じで、多分 1,2 年して入り出したんは1996年7年ぐらいなのかな。だからまあで、このときめも出たのは多分95年なんですよね。ときめもの発売年がそう95年やから、まだそんなにゲーセンに女の子大量にはいない時期じゃないんかな。言うてもやっぱり格ゲーとかさ、スト2とかでね、男子がキングオブファイターズとかで男子たちが大パンされてビビってた時期だと思うんやけどね。よっしゃ、多分まだそんな時期やとは思うけど。
うん、おこんなもんもう R2 万チップしかないじゃないか、うん、なんか IBM の機械のせいか、な X6 万8000とかのせいか、なんか大体すごいでかい数字ついてるよね、あのこの頃のあのなんやろ、なんかあのコンピューター系のやつってね、 PC989800、 うん、まあいいや、よし R2 万チップをプレゼントしよう。落書き機能とか流行したのは2000年過ぎてか、そう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 、いやでもなんかプリクラでさ、一番最初のプリクラだとほんまになんかその横長の長方形のでめっちゃ画質悪いやつぐらいしかなかった頃からちょいちょいみんな撮ってた気すんねんけどな。落書きとかが流行りだしたんはもうちょっと後やけどね。何の用よ。ん、ちょっと嬉しそうやないか。おい、キスしたのか。未来の支配者に対する礼儀よね。開けてもいい。開けろ、いいよ開けても。これは研究意欲が湧いてきたわ。まあなあ、2万チップぐらいしから分かへんやろからな。よし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 、オッケーオッケー、可愛かった妹さん、可愛かった。そうフレームがあったくらいで、でフレームがはやフレームがあって一応流行りだして、で1997年ぐらいから多分そのご当地プリクラフレームみたいなのがバーって出来だして、大阪はもうなんかフレームにたこ焼きがあるとか、そう安易なやつがいっぱい増えたけど、結構みんなそれで撮ってた感じがあったな。うん、あ、鏡さんがいるぞ。おーい鏡さん、あ、今帰りかしら。そうそう、で男子学生たちはプリクラを一人で撮影することが勇者の証であったりしたので、俺も一回プリクラ、あの時当時のプリクラ一人で撮りに行ったことあるよそう、一人でプリクラを撮れる勇気があるのかみたいな謎の勇気試しみたいなのが当時あったり杉蔵フレームなんかあったりあ、葉月くん今帰りかしら。よし、まあもう帰っていこうかな。私別の男の子と約束があるの。くそーちくしょー。いやもう勇者になる、なるしかないからね当時はね。うん、その程度で勇者になれるならいくらでもなるよって感じだった。あ、デートなかったら罰押したときに結局これ開くだけやから何回でも挑戦できる。これだ。今やるしかない。上上下下左右左右。上上下下左右左に罰。来た。四角ボタンで好みのカーソルが選べます。あ？どうでもいい。もうちょっとなんかなかったんかめっちゃどうでもいい。もう向こうはにしとこうどっちで押すんか分かれへん。どうでもいい。え、他にないの。上上下下左右左右、上上下下左右左右、上上下下左右左右、それだけか。くそそう、どうでもいい最高にどうでもいいぜ。もう本当に、ああ、つらい。さ、よしおに電話しようって言ってたよな。情報誌の中身が変わるごとに違うのになったり。いやー、変わらんのちゃう、はい、サウトメです。あ、変わるんや。お、マジか。オッケーオッケー。もしもし、ハズキですけど。なんだ。もしもし、ハズキですけど。当たり前のこと聞くなよ。ところで、女の子の評価を聞く。評価か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価は。どんどこい。こんなとこだな。いいね。爆弾がない。いいじゃない。けど、鏡さんが。GS じゃないんだよね。今はね。また今度 GS やろうとも思ってますけれど。清坂さん出してない。ちょっとね、全員出すのはまずいなと思って出してないんですよ。うん、結局結構出しちゃったけどっていう結果なんですけどね。なんかみんな爆弾つくの早いけど掘れるのも早いな。なんかどうしよう。朝比奈さんとかもうちょっと掘れてほしいねんけどな。そうやな。OK、うん、俺誰か聞いてないのおったっけ。
コシキさんも聞いたよな。あ、いいぜ。ちょっと待ってて。コシキ。あったあった。耳かポチってよく聞けよ。まあ、ロードするか。どこだな。かわいい。ヨカさんいなんだ、すまん。全員出したらもうやばいかなと思って、うん、なんでね、ちょっとね、清川さんを、残念ながら清川さんを諦めたんだ。俺は申し訳ない。清川ファンがたくさんいることは分かっている。しかし俺は心を鬼にして清川さんを出さないことにしてしまった。本当はちょっと俺は活発な女の子が好きなので、キサラギさんを正直出さないつもりだったけれども、勉強してたら出てしまったんだ。ちくしょう。それはでも俺は後悔してない。なぜならキサラギさんが意外と当時の記憶以上に可愛かった。だからいいんです。ちょっと待って。ロードしたからイベントもう一回になるけれどもね。未来の支配者に対する礼儀よね。虹野さんと三木原さんは大体出た。そう。いい何良い声でね、ダメ男みたいなこと言ってんの。そんなダメ男みたいなこと言ってたかわいい。研究力が湧いてきたわ。キサラギさん不人気やね。いやでもなんかさ、その、こういうギャルゲーにおいてメガネキャラが人気取ることって結構少ないくない？やっぱりあのみんなメガネなしがいいんでしょう。いやメガネっ子って別にね、一定の人気はあるんやけど、やっぱトップにはなれないんやろうだよね。そう、ヘルメットちゃんとユミちゃんは 100% 出ますね。いやゴドゥもか、俺ゴドゥめちゃくちゃ好きやよ。ときメモ4はほんまゴドゥトップレベルで好きなんやけど、いやけどなんかねトップは取れないんですよね、メガネキャラ。いやときメモ4のゴドゥさ、ちょっとびっくりしたもん俺個人的に。やってあんは最下かって思った。ハイカー女子がこんなところに。それじゃあね、そうね、じゃあ、まあ今までデートしなかった人ともうちょっとデートしていきましょうというところで、コシキさん行くか。あ、鏡さんちょっとフォローしとくか。いやでも爆発したからな、言うてもな。まあ、コシキさん行くか。コシキさんだ。だっけ、はい、コシキさんと水族館行かなあかんねんけれども、ちょっと好感度を上げなあかんねんな、まずな。まあ、今日は何のご用でしょうか。オッケーオッケー。あ、え、三木原出ないプレイできんねや。なるほどな。まあでもある程度いい男にならんかったら無理やからな。好感度がね、今ふ小敷さん確か普通やったよね。普通じゃきつない。ウツボカズラ見よう。ウツボカズラ見れんのはまた季節が違うかったりするんじゃない。ちょっと一旦デートして、8月に海行こう。海じゃない、水族館やったっけ、行こう。なんでちょっと一回デートしましょう。一回ちょっと好感度上げ。コシキさんはね、うるさいところが嫌いって言ってたから、カラオケとか絶対ダメですよね。植物園とかかな。まあ、公園は鉄板やけど、前公園行った気すんねんな。なんで水族館連続もちょっと変やかな。まあ、図書館かな。鉄板。気になさらないでください。それではこの映っとるやないか。では失礼いたします。言葉映っちゃって。よし、消すな。電話しただけでもちょっと好感度上がったりせえへんのかね、ワンは。後の方の作品はなるはずなんやけど、ワンではならんかな。お、全部バッチリやんけ。おい、最強すぎる。むしろ7点、何を間違えたのかっていうレベルやな。
これで全員の好感度上がるから、よし、これいいんじゃない、ね、いいんじゃない、いい感じにいいんじゃない。なのでまあ、7月なんでちょっともう遊園地誘おう、普通に、うん、遊園地誘おう。誰を誘おうかな。三木原さん、三木原さんとあんまりデートしてないってか全然してないから、三木原さんちょっと遊園地誘ってあげよう、うん、縁日行きたいな、ひもさんと。うん。もしもし、どうしたの？ごめんなさい。ご用件は何でしょう？いや、三木原さんもいい子やな。初めて攻略したの俺、確実に三木原さんやったわ。うん、覚えてる。で、そうなっちゃったよ、流れ的に。ならざるを得なかったみたいな。うん。遊園地行こう、遊園地。あ、遊園地は？あれ、どこで遊園地？どこぞ遊園地は？いいね、喜んで。ナイトパレード行きましょう。8月17日に遊園地の前で待ち合わせということ。失敗だなって言うな。失敗じゃないんだ。可愛いやろ、三木原さん。よく聞こえないよ。はい、わかりました。うん、それじゃあ忘れないでね。よっしゃ、よっしゃ。じゃあちょっとここでセーブしといた上で、うん、うん、ドラマシリーズのカラスとイベントで好きになった。知らんわ俺それ。そういうのがあるんやな、うん、ドラマシリーズも俺ほとんどちょっとしか聞いてないから、うん、ねえ、うん、俺この頃はときメモも面白いと思いながらも、もう永遠に銀河お嬢様伝説ユナというどこで切っても業の深いタイトルのあの美少女ゲームにハマってた頃からさ、そっちのドラマ CD とかイベントとかばっかり行ってたから、ちょっとなかなかねどこを切っ、やばない、銀河だけやったらいいけどさ、銀河お嬢様伝説ユナってなんかもうどこで切っても業が深いよなね。ほんまに結構ねとんでもない名前つけやがったなって。銀河だけやで大丈夫なんだ。よっしゃ、ですね、感性、じゃあ知性がいいので、勉強していくけれども、まあクラブ活動いくか。俺セーブしたよね、セーブしたね。ユナ実況やる、ユナ実況ユナ実況もね、恐ろしく誰も興味ないやろうから、あのね、一部のむちゃむちゃ興味ある人がおるかもしれへんけれども、それ以外はかなり興味がないやろうからやめときます。ひもさんと、縁日に行きたい。平日のしおりの部屋トントンやりました。それはもうやりましたよ、うん、で夜にしおりの部屋トントンして永遠に羊数えられて終了しました。要件を早く言いなさいよ。うん、で8月3日にしようかな、うん、で縁日行きましょう。神社じゃ、神社とか多分小敷さん絶対いいねんけどな。まあでもそれはひもさんと行きたいよ。嘘やろ。いやいや、これはちょっとリセットや。ここだけは行きたいから、これはリセットです。うん、これはリセットです。うん、これはリセット。断固行けるまで誘う。もうさ、こうやってさ、なんかあの一緒にあの帰りませんか。あかんときはあかんのちゃうかったっけ、ワンのときって、ね、はい、ありがとうございます。うん、ね、どうやっけな、なんかあのワンって、まあでもスーファミ版とかはそもそもリセットができない仕様になってたけどね、うん、ね、そうなんだ。菅原幸子今何やってるのかな。そうね、いや菅原幸子さんはね、っていうかあのときメモシリーズの声優さんみんな結構今もがっつり声優として活動してる人ってかなり少ないんじゃないかな。うん、金月真美さんとかなんかも当時めっちゃバブルっぽい服装で深夜の声優番組出てきた、なんとなく覚えてるけど。私は特に、うん、そうなんだ、実は俺もなんだ。そうですか、というようなことを話しながら下校した。
金月さんは今でも声優やってるんか。ほんまかほんまか。一番聞く。よしおはな。よしおはね、まあそりゃねって感じやけどね。トメさん。今年の花火大会だよ。おお。俺の登り雪だれし変化を楽しみにしてくんな。なんだこの電話。本当になんだこの電話は。すぐに変な電話をしてくるな。ほんまに。ロードやロード。本当になんだこの電話や。あ、金月さんってテイルズ出てた？マジ？でここから。姿勢がいいから、部活に勤しんない、で、ここで縁日誘ってもあかんかったから、一応ちょっとここはもう別の人を誘うとして、そうやな。で、星木さんリベンジ、水族館誘いましょう。鏡さんの中の人も今週のアニメ、あ、結構みんな声優してはんねんな。まあでもなんかナレーターとか俳優的な役とかいろいろやりながらやと思うんやけどね。どうなんやろ。そうなんじゃないんかね。結構そんななんか声優だけがっつりやってますって感じではないと思うんやけど、ときめもの声優陣って。太陽系リロードブラストに出てる。あ、そうなんや。へえ。なるほど。ナレーターできるのは売れた人。いや、それはそうでもないんじゃない。なんかナレーターとしてそのアナウンサー的な修行をしてきた人からの声優っていうパターンと、本当に今はもう本当声優学校からガーってきてるパターンもあるけど、昔はなんか役者からとかナレーターからとかいろんなところから声優に行きましたみたいな。そうそうそう。で、当時はちょっと声優が下に見られてたから、声優に崩れたみたいな言われ方もして、いやいやみたいな話もあってみたいな感じだった気がする。まあ、今日は何のご用でしょうかね。何やったっけ。 俺誰に、小敷さんと、小敷さんのびしょびしょが見たくて電話したんやったね、確かね。そうやね、水族館。少々お待ちください。 OKOK。それじゃあ8月10日に水族館の前で待ち合わせて。はい、わかりました。遅れないよう来ますので。声優よりナレーターの方が収入いいらしいですよ。そうやった。でてかさ、声優さんってむちゃくちゃ収入少ないって聞くやんか。恐ろしい業界っていうのはもうなんかね、修羅の業界らしいですよね、声優さんってね。今日は何時まで。なんかちょっと今日は元気やから少し長めにやろうかな。修学旅行終わるぐらいまでやりたいけどな。でも次回で終わるぐらいの勢いの感じで。そうやんな、3回に分けたらなんか中途半端やからさ、今日で結構やって次回で最終回になるぐらいの勢いでやりたいんやけど、個人的には。今日めっちゃ元気。なんでなんやろ、分かれへん気分けどな。昨日めっちゃ寝たとかそういうわけでもないんやけれどもね。最近元気、ほんと。なんでやろな。いや、でもなんかね、ちょっと雑談で申し訳ないけど、最近なんかね、実況動画のペースとかがやっとこう自分に落ち着いてきて、前なんかなんかね、ちょっとね、いろいろやらなっていうのがあって、YouTube に毎日投稿してみたりとかいろいろやっててんけれども、結局なんかね、いろんな配信サイトとかバーって見てて思ったのは、もうなんやろ、俺みたいなオタク臭い男はやっぱりニコニコが一番ええなっていう風に再確認して、ニコニコメインにだけ上げつつ、 YouTube は余力ある時にぐらいにしたら、すげえなんか自分のなんかペースが戻ってきた感じ。今すげえ楽しいんですよね。なんでちょっとよかったらいろんなゲームを見てください。いや、ほんま時計も関係ない雑談で申し訳ないんやけれども、 LINE ライブとか見てみ、みんな LINE ライブ見たらもう、あ、
もうおじさんは配信者なんかやったらあかんわっていう思うで、マジでマジで、ほんま LINE ライブのランキングとか見てびっくりしたもん。もうめっちゃ若い子がさとか、可愛い男の子、男かっこいい男の子、可愛い女の子がスノーの鼻とかつくやつ、顔認識のやつ入れてアップでさ、今日はさ、いや今から風呂入るんだけどさみたいな話してんねん。いやーこれはもう、わ配信業界ももう、わ若返りやわと思ってね。LINE ライブって何ぞって、そうなるよね。俺の配信来てる人は LINE ライブって何ぞと思うと思うけど、まあまあ、LINE は知ってるでしょ、さすがに。携帯とかの LINE。あれの、まあ、生放送アプリみたいなやつなんですよ。うん。そうそうそう。LINE がやってる、生放送プラットフォームなんですけどね。それがなんか今年個人開放されたらしくて。うん。まあまあ、いいや。ショールームで見つかれよ。いや、でも LINE ライブも結構、その、貢ぎシステムがあるみたいですよ。なんか LINE のなんかポイントみたいなんで入るらしいんですけれども、そう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 、そんな感じですね。まあいいや、全然関係ない、時元は関係ない話で申し訳ないけれども、そうなんだよね。うん、うん、全然関係ない話で申し訳ない、本当に。そんなことよりも俺はちょっと今時元がすごく楽しい。そう、 そうやね。だからさ、今別でもムーンとかやってるけどさ、結局実況始めた当初に思ってた昔やったゲームを20年とか15年とかぶりに大人になった今やるっていうのが結局一番楽しいんですよね。こうやってとなんかいろんなみんなとさ、当時の思い出とか語り合いながら、で知らない人は知らないなりのコメントをもらいながらやるっていうのが結局一番楽しいっていうことに落ち着いたんですよね。ってなってからかな、それで余計に元気になったんかもしれない。めっちゃ楽しいね、今配信してて。そう、自分がなぜ実況を始めたのか、それをなんか俺思い出したんだみたいなみたいな。なんで俺、はい、この間までの俺、実況するために実況してたんだ。だけどさ、今違うよ。俺は楽しくて実況がしてるんだって、すげえすげえ思うんだ。だから俺と縁日に来てくれ、ひもさん頼むよ。早く言いなさいよ。ちょっとそんだけ嬉しそうなんやから断らないでくれ、頼むから。ちょっと神社に来い。あら、残念だ。もうもう、リセットや、リセット、こんなもんバカ野郎。そういうのいいからってひもさんには言われたわ、ほんま。くっしょ、ひもさん空気読んでくれ。まあ、ひもさんに空気読んでくれっていうのも酷なもんやな。空気読めないところがいいんやからな、ひもさんはね。ひもさんに空気読めやね、その発言が空気読んでない。というわけでもう一回ひもさん行きましょう。ひもさん、うん、ここは粘り腰ですよ。というかね、だから1はそのリセットしてもあかんときあかん気がしてて、それがねちょっとね困ってるんですよね。はい、希望です。うん。え、私に何か用？用件を早く言いなさいよ。あかんのかなこれ。ほんまにあかんのかもしれんな。うん。で、あと2、3回ちょっと挑戦はしてみましょう。うん、あ、片桐。たまには一緒に帰ろうと思って。オッケー。かわいいな片桐さんも。帰りましょう。ね。いや、そうやな、俺なんかね、当時の記憶ってね、あれなんですよ。何か予定はあるの？俺初めて時もやったんで、スーファミなんですよ。で、スーファミのドット絵ってかなり劣化してるんですよね。だからそこまで可愛く感じてなかったんかもしれん、キャラクターによっては。でもこれ多分プレステ版の移植なんですけど、アーカイブスは。お、これだ、声だ。そうそう、 SF シーン声も入ってないしね、スーファミは。今年の花火大会だよ。うん、俺の登りユーダレスチ変化を楽しみにしてくんな。やり直してダメなのは3だよ。いや、1もね、ダメな気がすんねんな。
もうトメさん、トメさんの話も何回も聞いたからな。まあでもちょっと何回かやり直してみましょう。わからないので。SFC はごめん入ってないよ。でも SFC って、なんやろ、何百、なんやろ、1メガとか、8メガぐらい容量的に。8メガとかじゃん。うん。スーパーファミコンはね、容量がめちゃくちゃ少ないんですよ。そう。CD ロムロムとかって640メガとかあんのに、CD でもね、まあ当時でも CD なんですけど、DVD とかじゃなくて CD やから、それで600メガぐらいはあるのに。スーパーファミコンで6メガとか16メガとか、18メガとか16メガとかさ、でそこになんか拡張パックつけることにやっとなんか32とか64とかそんなレベルなんですよ、ね。うん。まあでもなんか CD は読み込みが遅いとかで容量多いのに流行んなかったんですよ。だからギャルゲーは当時はギャルゲーはもう CD の、 あの PC エンジンでいっぱいギャルゲーが出てたと。やけれどもときめもは流行りすぎたので、スーファミ一番普及してるスーファミで出すしかないってことで無理やり出した結果がちょっと声も入ってないし、ちょっとドット絵厳しめやしみたいな感じになってしまうだと思う。あ、テイルズ声入ってんの、スーファミで。マジすごない、めちゃめちゃ音声の質落として入れてるんやろうけど、まあ掛け声ぐらいは入れれんねんで、でもフルボイスは絶対無理やろ。それだけで容量いってまう。ちょ、何してんの、キモさん、ね、PCFX とかいう闇の機種の名前を言うな。俺発売日に買ったんやぞ。ちゃうわ、発売日ちゃうわ。 PCFX 俺よやに土下座してさ、そのなんやろ、銀河お嬢様伝説言うな。いや、 PCFX ってギャルゲー専用機やってんけど、その銀河お嬢様伝説ユナのやつが出る、かつ PCFX と一緒に買うことで限定版のなんかが入るっていうので、親に土下座して買ってもらったんですよ。じゃあもう全く主流機器にならず、うん、ユナやって即売りに行って、なんとかまあある程度の値段では売れたんやけど、うん、そうなんですよ。高いからね、5万とかしてたから、ね、よう買ってくれた親も。なんか俺が危機迫る顔で頼んだから、うん、そうそうそう、ね、うん。目標販売台数も50万とかだった。そうなんや、ね、神社、うん、あかんねん。PCFX ってハドソンのかどっかが出してたんじゃなかった。主40歳ぐらい違う、すまん、一応30代前半や一応30代前半なんや、40じゃない一応ね30代前半なんだうん、あ、 NEC か、そっかそっか、 NEC や。で NEC がまだゲームを出してた頃ですね。はいはい。お若いって言われた。結構なおじさまが来てるな。いいですね。うん、嬉しいです。今帰りかしら、うん、当時これを楽しんだ。だから俺、僕、まあ言うてしまうと、あのファミコンと同時に生まれたんですよ。うん、感じです。なんでファミコンと共に歴史を歩んでます、僕の人生は。私、うん、別の男の子と約束があるの。うん、ね、なんでね、俺ドラクエとかもやったの、初めてやったのはドラクエ4とかなんですよ。そうそう、なんで、でそっからその後に、後から3、2、1みたいにやったみたいな。なんでドラクエ3のその物売るって環境じゃねえぞみたいな熱狂の列みたいなも後から聞いた感じですね。全然知らなかった。うん、でもときめもはリアルタイムに流行ってたけどな。1995年でしょ、20年前ってだから中学生ぐらいもんね。中学生は全然ゲームやってますからね。うん、小学校からゲームはやってたんで全然。なんかいとこのお兄ちゃんのうちで、ディスクシステムのゼルダやってたのを見て、それがなんかめっちゃ怖かったっていうのが初めてゲームに触れたやった気がする、うん、あとコントラとか。
クロンボールにプレイディア買ってプレイディアってまだ懐かしいな。あと何やったっけ、パンサーやったっけ、パンサーみたいな機種なかったっけ、パンサーじゃないな、何やったっけ、あのタイガーやったっけ、何やったっけな、忘れてな、うん、ジャガーやそれや俺め絶妙な間違い方してたなパンサーだのタイガーだのジャガーやあたりのジャガーなんでこんな絶妙な間違い方をしたんや俺はすごいな、自分で自分を褒めたいぐらいの絶妙な間違い方をした。ちょっともうひもさんと縁日行けないの残念やけれども諦めよう。でじゃあね、縁日誰と行くかやな。ちょっと俺ちょっと今才川女子に、才川女子認定になり上がりそうな朝比奈さんを急に縁日に誘うみたいな、あんま好きじゃなさそうやけど。朝比奈さんの浴衣姿が見たいというだけや、うん、3神社ういジャーキー、オッケー、それじゃあ8月3日に神社の前で待ち合わせということで、うん、分かったわ、必ず来てよ、やったーなんか嬉しいな、あ朝比奈さん来てくれたわ。で、小敷さんびちょびちょもやりたいので、小敷さんプールもそれはそれでいきます。トメさんもういいって。ジャガーって5万9800円ぐらいだったよね。マジか、そんなしてたんか。っていうかまあ、当時のゲームハードって普通に6万、5、6万当たり前やったよね。何だっけ、あの、ネオジオとか、やばかったよね。ネオジオカセットがやばかったんやったっけ。その、アーケードでできるゲームができるっていう、なんかプレミアムがあって、当時のゲーム好きは結構買っててんけど、カセット自体がもう何万とかする感じ、あのまさにキングオブファイターズとかが家でできるというプレミア感、うん、カセット3万ぐらい、いやそうよねそうよね、本体もえぐいけどネオジオってほんま高かったね。100メガショック、そうそうそう、100メガじゃショック大きいんわな今100テラでもショックし、100テラでもあまああるってレベルレベル、100ペタぐらいになるとショック受けへんもんな今やったら余裕100メガって何もショックじゃないもん、うん、バブルは過ぎてた過ぎてた、うん、バブルってだってほんまに俺が生まれたぐらいの時とかやろ、1984、5、6、7、8、1990年代にはもう終わってたぐらい、でも今見に来てくれてる人って多分バブル経験者もいるんやろな、まあ、バブルをほんまにちっちゃい頃に経験したレベルかな、うん、何だっけこれ何しようとしてんだっけ、それだっけ、あの古式びちょびちょや、Y 就職氷河期時代見事にワープアとか辛い思い出を語らせてごめんよ、申し訳ねえな、今は本体安値でさばいていろいろやりてい商売だ、そうそう、だ今は稼ぎ方が変わってんだよね、うん、まあ、てかまあでも織田信長が来た、すげえな、フロコンさん子供の時バブルじゃないですか、それはそうですね、だ俺が物心ついてないぐらいの時がバブルやと思います、ここを間開けとくか、よし古式びしょびしょさん行きましょう、うん、少々お待ちください、よしオッケー、銀行が不良債権を抱えてしまってねなんかもうみんな思い出話にどんどんなってきてんな、山一証券の破綻とかそんな話になってくる、はい、分かりました何の話やみたいな、行きますので子供心になんかすごいことが起こってるんやなと思ってた、山一証券の破綻っていうのは、うんね、だから何なのと思ってたけどね当時はね、でも今考えたらすごいよね、今考えたら、みずほ証券とかが破綻するぐらいのレベルなんかね。うん、ね。多分今、ね。時も関係ない話ばっかり申し訳ない。だって、もうコメントの流れが許してるからさ、いいんやろなと思って。ね。平成がついていけない話して楽しい。すまんって。いや、でもちょっと、時代を、こう、時代をさ、うん。今生まれの人にも、一応その、伝わるようには喋ってるつもりなんやけど、でもまあちょっと山一証券は行き過ぎた、申し訳ない、山一証券の話は行き過ぎた、しかし
まあ、当時はジャガーという機体があって5万9000とかして、ネオジオという機体があって、あのカセットで3万円とかするようなやつがあって、それでもゲーセンに通ってた小僧たちはこぞって買ってたという歴史をちょっと分かってほしいんです。だから今は任天堂スイッチが2万9800円で高いとか言ってるのは、あのおじさんたちには理解できないんですよね。安すぎるじゃろうって思ってるよみんなまあまあまあ、気にしないで、うん、そうそう、安すぎるじゃろう、ゲームのハードが3万円でカセットが5、6000円だとバカかって思ってるよね。あのカセットって、うん、高かったよね、作るのね、うん、高かったっていうか、多分ね任天堂が覇権を締めすぎてて、あの覇権を取りすぎてて、任天堂のロイヤリティが高かったよな。こんなこと言ったら任天堂に消されるまあでもそうやったんやろなと思うんやけどね、正直。じゃあ、どうしようかな、どうしようかな、芸術、芸術かな、知識、いやもうちょっとひたすら部活さ、さ行こう、うん、文化祭にも向けて、うん、バッシー来るね結構ね、うん、おいおい、いい加減にしろよ本当に。なんでそんなこと、俺じゃないか、でも最近ぶつかってきてないぞ、うん、電話で言ってないけど、うん、ね、時を待たせてくれてる、ずっとやってるのでたまに見に来てください、よかったらね、うん、ね、ドラクエ11が8000円ぐらい、いやもう8000円って高いってイメージない、今ゲーム、今のゲームで8000円つったら、それはそんなこともないか、 あるかなって感じ。スーファミの時はドラクエ多分1万4800円とかじゃなかったっけ、ドラクエ6とか5とか、うん、ね、そうね、あとなんか将棋のソフトが異常に高かったんですよ、なんか2万円近くしてた。ソシャゲガチャの方が高い、わかる、ソシャ今はソシャゲやよな、ソシャゲのガチャで1万2800円とか割ろうぐらいやそんなん、あの1日で飛ぶわぐらいの人いっぱいおるんや。もう少し待ってみる。ごめん。ちょっと。え、こんな格好してくんの？え、ちょっといやらしすぎひん。ちょっと。いやらしすぎひん。やだやだ。エロない。ちょっと。まだ11時ですよ。ちょっと。どういうこと？こんな、エロすな。いやだわ、ちょっとこれ教育に悪いわ、これはお母さんにやめろって言われるわ、これ襲われた後やんな、ほんまに事故やん。いや今気に来たところだから気にしなくていいよ。すっごいにぎやかね、中に来てんの俺下着かと思ったもん一瞬、ちょっとごつめのブラジャーつけてんかと思ったけど、あれはまあそういう服なんやな。今年は花火大会があるんだ、行ってみようよ。うん、行こう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 、これ全年齢 OK なの？そうよね、ほんまにまあでも当時のコナミはもうむちゃくちゃときめもに対の18禁とかに厳しかったよね、うん、超綺麗。そうそう、だからときめもコナミがその二次創作に厳しいっていうイメージはときめもからなんですよね、これはみんな知ってると思うんですけれども、うん、そうそうそう、ときめきマモリアルのその藤崎しおりがむちゃくちゃこう両力されるような本を出してたサークルが訴えられて、でそこからもうときめもの同人誌ダーって消えたコナミ、それからコナミは二次創作にめちゃめちゃ厳しいっていうイメージがあって、かなりコナミ関連の二次創作っていうのは減っててんけど、しかし今となっては私ちゃんとコナミ様から許可をいただいて配信できるというね、また時代は変わるもんやねというね、ほんまにね。おう、どっちなんやろな、本当綺麗だねか、昇り竜乱れ七変化ってやつだね、これもありやよな、2かな1かな、
ちょっとこれなんかいい回答を取りたいな。2かな。よくコナミは配信許可出したね。いやでも最近ね結構出してくれてはるんですよコナミさん。やっぱ2やんね。俺も2かと思った。2かと思った。うん。えい。あ、私も知ってる。トメさんっていう人に聞いたんだ。うん。あ、そうトメさんな。あ、かわいい。かわいい。笑った顔はかわいいよ朝比奈さんやで。ほんまに。よいぞ。今日は超楽しかったね。また今度誘ってね。いやよかったよかった。いや笑った。ちょっとなんか。歯が何やろ、作られたような銀歯に見えてちょっと怖いけど、まあでも可愛いちょっと歯の感じが怖いけど若干。じゃあ帰ろう。ん、帰ろう。よっしゃ、と嬉しいね。うん、嬉しいよ。俺は嬉しいよ。青色、青色か。青色なぁ。せやなぁ。青色か。え、青色？青色感性やんね。だから芸術とかやるべきだよね。あ、でも雑学でいいか。ストレスだいぶ溜まってきたな。ちょっとこれは寝ないとまずい。寝ないとまずいんだが、どうしようかな。フルニキ久しぶりに見てくれた。ありがとうありがとう。まあ、ちょっとすまん。とりあえず実況グレー云々の話はもうなんでしょうね。堂々巡りになってしまうのでやめましょう。とりあえず今放送してるやつは許可いただいてやってますという話ではあるんですけど、はい、まあまあ置いときましょうそれは。どうしようかな。誰とデートしてない？片桐さんかな。コナミもパワープロ以外のゲーム出してなくね。ああ、もうウィーレも出してないっけ。毎年1回ぐらい。え、わ、私に何か用？全員とデートする縛りでもしてるの。いやー、なんか爆弾が怖くてさ。遊園地行っとくか、8月中にね。ラストやし。遊園地行っとこう。ウィ。ちょっと待って。それじゃあ8月31日に遊園地の前で待ち合わせということで。おアイス、分かったわ。それじゃあ切るわよ。初代はこんなに棒読みだっけ。そうなんですよね。まあ、なんかさっきちょっとコメントにあったけど、初代はなんか何やったっけ。何やったっけ。初代はその素人臭さを大事にしたみたいな感じがあるみたいですね。さあ合宿来たな。あ、ちょっと待って、合宿ってなんか体調いったっけ。ソフト見せてもらったわ。いいなぁ、惚れた顔しているぜ。いいぜ。あんまり自信はないんだけど、どうだった？全然まだまだね。どこら辺がまだまだだったかな。一番目だったのは使いにくさね。使う人のことを考えてなかったな。作り直してみせる。まあせいぜい頑張りなさい。おうよ。ストレスがやばい。なんだか体中に力がみなぎってくる気がする。お、なんかホブラみたいな雰囲気を感じるなホブラ？ホブラやったっけ。なんかこんな感じ。あ、全員大沢事務所の声優さん。あ、そうなんや。それは知らんかった。サイバーファングをマスターした。来たぜ。これで合宿の戦闘が有利になるというやつですね。
これも覗きたないんやけどな、好感度下がるからな。でも覗くよな、男ならな。男だったら一つにかける左だ。誰？モブですね。あの ここの成功シーンはモブしか出ないです、ね、結構これそういやさ、モブの種類結構用意されてるよね。ね、うん、うん、ね、なんか3種類4種類ぐらいおらんかったね、うん、ドキュメントアーカイブビータであるよ。てかこれビータでやってるよ。あのビータ TV でやってますこれ。セロ大丈夫なの？大丈夫なんちゃう？なんかお乳首があの映ってなかったら大丈夫なんちゃう？大体なんかあの基準が分かれへんけど、うん、なんかねセロってよく分かれへんな。何やったっけ、なんか龍が如くを名越さんだっけ、あの初めて作った時のなんだかそのセロとの格闘みたいなとこ、なんかその血が流れるのはダメです、なんだと人間は血が通っとるんじゃみたいなそんなやり取りをしたみたいなのどっかで見たけど ね。でなんかでもそれで結局通ったんよね龍が如くは。うん、だからなんか交渉次第でなんとかなったりするもんなんかなとかもちょっと思ってたりしない。そういうもんなの？もうなんか明確な基準があってダメなものはダメなんかなと思ってたんやけど ね。三木原さんって遊園地やな、うん、ナイトパレードで行こうと。血が黒ければ OK っていうシステムも謎すぎ、まあそうね、赤い血じゃなければ OK っていうのはでもなんとなくわかるけどね、赤い血が流れると本能的にうわってなっちゃうもん、うん、この間のセガ生で言ってた。あ、そうなんや。いえ、かわいいかわいい、遅れなくてよかったよ。それじゃあ中に入ろうか。 はい、そうですね。うん、あの、どこに行きましょうか。うん、ねえ、まあ、この子やからな、観覧車やな普通にな、ロマンチックな普通に好きやろうか。乗りましょう。いいぞ、まったり行こうぜ。血も時間が経てば黒くなるもんだ。まあそうやねんけどね。コアラ、コアラおった。あの素敵な眺めでしたね。うん一番上やっていいかな。これなんかあれだな、ときめき会話的なやつじゃないんかね。ときめきも、ときめき状態だったら OK とされるというやつ。うん、ね、一番上でいいんかな。恥ずかしい、まあ、この子俺に惚れとるからな。あ、よかったOK やった。うん、背景ちゃんと見てなかった。パレードをやってるみたいですね。うん、OK やったわ、バッチリやな。パレード見に行く、知らないふりをして帰るってもう言うてるやん、パレードをやってるみたいですねって言われてんのに、ここでの知らない風に無理やろどんだけ汚いの。もうこのコアラで許してくれ。うん、喜んでもらえたみたいでよかったよ。楽しかった？ あの、とても楽しかったです。うん、今度また誘ってもいいかな。はい。うん、それじゃあまた連絡するね。あの、一緒に、うん、一緒に帰ろうか。はい。いいですね。で、緑、青、勉強するか。もう理系200まで乗せちゃうか。あ、でもネナな、ネナまずいねんけど、ネナまずいねんけど、ま、寝るか。ネナまずいな、俺はまずいわ、まずいわ、うん、ストレスがやばい。じゃあホテル寄らないのそんなお金はない、学生さんやぞこの人ら。うん、うーん、ガーギー店か。あ、ここでニューミュージック PRF こういうのいいですね。なんか当時流行ってた音楽がこう垣間見れられる。当時のニューミュージックは TRF やったんやね。コメディーお面、まあまあそれはいいね。今、上上下下、左右左右、ビュッ、あかんかった、まあいいや。水族館、
小文字時代。あ、そうか、お文字になったもんね、後でね。あ、お面マスクか。あ、あったな、マスクっていう緑の生物みたいなのがやってる映画やったっけ。そんなことはございませんよ、私も今着いたばかりですから。さあ、びしょびしょ事件に好感度足りるのか足りないのか、それが今そういたしましょう明かされる。普通に選択してできたら負けや。すごいですね。負けそう。ああ負けた。あ、よかった。くそー、びしょびしょ。そうですね。うん、割と良い印象を与えたみたいだぞ。本日はくそー、とても楽しく過ごせました。こすきびしょびしょ、見れず。今度また誘ってもいいかな。私でよろしければ喜んで。それじゃあまた連絡するね。それでは、うん、一緒に帰りましょう。はい。はあ、辛い、辛すぎる。本当に辛い。まあいいや、こしきびしょびしょ事件起こせなくて申し訳ない。視聴者の皆さんにも申し訳ない気持ちでいっぱいやね。有効じゃなかった。え、有効でよかったん。そっか、マジか、有効でよかったんや。有効にもなってなかったやな。やっぱ爆弾の爆発はでかいね。つらいね。ちょっとさすがに赤が悪すぎるかな。ここは、他のことするか。あ、そっか、これでストレスは下がんねんな、友達と遊べば。オッケーオッケー、いいもの選んだ。電話だ。誰だ？あ、ヨシオだけど。あ、今暇か？遊園地マンか？それじゃあさ、オッケー。今から遊園地に来てくれよ。いごいご。そう、爆発したんですわ。鏡ミラーさんがね、あの開幕爆発でした今日は。残念ながら。待ってるからな。ボンって言いました。過去のもっと新しいときめきシリーズ、もっと派手に爆発してくれんねんけど、すっげえ、ね、超爆発やったね。ボン。チュドーンみたいな感じやな。新しい方のときめもやった。よし、お前、こんなとこまでよ。あれ？しおりに朝比奈さん。こんにちは。こんにちは。うん。来てよかっただろう。感謝しろよ。ね。それじゃ、大観覧車に乗ろうぜ。お前、どっちのこと乗る？いやー、朝比奈さんと乗りてーが。え、こうやって3箇所やんね、これは。観覧車しおりで、残り朝比奈さんやな、これはな。まあ、しおりやな。さあ、乗りましょう。よしおが選べないんやね、ワンは。いい眺めだったね。うん、いい眺めだったよ。次は、絶叫マシンビビールに乗ろうぜ。こんな朝比奈さんやん、完璧。あんま関係ないんかな。どっちのこと乗る？これ朝比奈さんと乗るぜ。これ乗りたかったんだ。ちょっとヤンキーっぽいよね、朝比奈さんね。なんかアングル的にね。よしおと乗らせてほしいわ、ほんまにな。もう最高に楽しかったね。2は匠選べるのよね。っていうか、2以降はそう、匠選べるし、矢部も選べるしね。お前、どっちのこと入る？よっしゃ、朝比奈さんや。さあ、早く入ろう。あ、楽しそう。朝比奈さん、なんか声優さんもうまいし、いいよな。声がすげえ入ってるよ。マダムのこと忘れない、ね、忘れてない、大丈夫だよ。もう終わりか？さて帰るか。もう終わりか、まあそうや。今日は楽しかったわ。それじゃあ、さようなら。さようなら。今日は楽しかったね。またどこかに誘ってね。おうや、結構傷ついてたぜ。なんで？しおりのことかな。いや、でもしゃあなくない。しゃあなくない。それじゃあ帰るか。なんどっちかと2回乗るしかないんやからさね。そうやったらもうあの4カ所回らせてくるよね。22にするからさ、なんか無難な感じに収めるからさ。上上下下左右左右へ。ダメだ。うまくいかんね。待った？うん、グッドタイミングよ。私も今来たところなの。遅れなくてよかったよ。それじゃあ中に入りましょう。オッケー。
朝比奈さんの人は結構等身あ等身伝のエリサ、へえ、エリサって俺どんなんか覚えてないけど等身伝やってたもん。じゃあどこに行こうか。等身伝のエリサってどんな子やったっけ。ちょっと待って、気になる、こういうの気になったら俺すぐにググっちゃう。エリスや、あ、そうやな、エリスっておったんだ。あー、この子か、はい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 、使ってたわ、可愛かった、もう見た目だけで使ってたわ。え、というか等身伝のエリスのデザインってさ、サクセスフルミッションなんで主題歌のタイトルやね、万能文化猫娘じゃなくて、サイバーマリオネットの人のデザイン、なんかエリスで画像検索したらさ、サイバーマリオネットの人の描いたエリスの絵がめっちゃ出てくるんだけど、元絵って元デザインってそうやったよ、めっちゃ目でかい、うん、そうそう、なんかね、今最近の若い子でもなんかさ、2010年代の萌えイラスト、2000年代の萌えイラスト、1990年代の萌えイラストみたいな感じでこう比較がバーって出てくるやつがツイッターとかで回ってきたり してないかな。それの90年代の代表みたいにされてるのがそのセイバーマリオネットのめっちゃ目でかくて顔の輪郭がちょっとなんか若干えぐれてるって言い方悪いけどような絵だったんですけど、なんか時代を象徴してるような絵柄やったんですよ、ね、セイバーマリオネットのイラストって、うん、そんなイラストばっかりでもなかったけどね。え、この人ビビるとこ好きかな。あれ怖そうだけど乗ってみましょうか。普通っぽいな。よし乗ろう、うん、そう、ほっぺたが群乳なっとるやつ、そう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 。あ、でも秋葉原電脳組とかもそういう すっごくスリルあったわね、うん、あー、ちょっと片桐さんそこまで好きじゃなかったかな。まあでも、俺は今何をしていたんだぐらいの感じがいいかな。でも面白かったね。あー、ちょ、これ難しいな、これかなり難しいぞ、どれも当てはまる感じのあれだぞ。なんかね、ちょっとねユニークなのもありやと思うんですよ、うん、1でいいんかな、3なんかな、3か1か、コメント的には3か1、うん、でも3いいよな、この感じ。ねえ、声が震えてるけど本当なの。ああ、まあ OK か、パレードやってるみたいね。よしよし、パレード行きましょう、行こう。ああ、スイートファイターみたいな服着てるな、素敵ねほんまにそうやなまあやね、確かにそれ、剣とかこんな服着てた気がする。そう、パン、とっても楽しかったわ。また今度誘ってね。 OK Good night See you again。 さあ帰りましょう。 See you again。 OK 8月31日そろそろセーブしとこうかな。さすがに修学旅行まで今日無理か、ちょっと行きたかったけどね。うん、高校生ってこんな声低いの言うな声優さんは高校生じゃないんや言うな言うな、もうちょっとやろうかな、もうちょっとだけ進めようかな。いや、次回終わらそうと思って、え、今回って5月からやったんやっけ、5月から4ヶ月やもんな、次回終わらんよなこれじゃな、9月ぐらいやるか、もうちょっと、うん、なんか中途半端に残ってもなって思うから、次回ぐらいで終わらすぐらいのペースでやった方がいいと思うんですよね、うん、うん、ういっ、修学旅行も終わったんじゃないの、あれ3年目ってないんやっけ。え、じゃあ3年目のバトルってないもう。修学旅行というよりそのバトルが、バトルに備えてんねんけど、バトルってないっけ。11月学園祭があるだけか。鏡さんどうしたの、今度の日曜日空いてるかしら。どうしたん、いや、そろそろデートせなあかんなと思ってたんですよ。行こう行こう、それならカラオケに付き合ってくださるわね。なんか似合わんな、でも行こう。私の誘いを断るのは男として罪よね。総番長は罪でしょ、うん、行く、それでいいわ、お気に着きなさいよ。あら、まあどうしたの突然、ありがとうね。
カラオケに誘われるとはね。なるほど。あ、出たよ、もう。出たよ。三木原さん誕生日じゃないか。オッケー。三木原。いきますよ。何をプレゼントしようかな。そうね。力士のぬいぐるみ。これはちゃう。まあ、この子は、っていうかもうウサギの手袋しかないやろ。ナマコとかほんま素直に嫌がられそう。なんかもう嫌がらせされたっていう心の傷つきで闇落ちして、俺のことゴスンクキーで打ちそうやから、これだけはあげられない。手袋しかないでしょ、これ、うんね、しゃ。実は鏡さんってゲーセンとか好きなのよ、ね、あ、そうなんやな。意外とそういうことをしたいんだ。沖縄アクターズスクールの曲歌いそう。確かに。え、そうかな。でもそう、どうなの。普通になんかなんやろ、デザイアとか歌いそうじゃない。中森明菜とか。あの低めの声で。ありがとうございます。開けてもいいですか。あ、いいよ、開けても。どう、欲しかったのこれ。ずっと大切にします。ありがとうございました、ね、なんかカラオケ行ったら人が変わって、なんやろ、平野レミ、平野ノラみたいになるとかやったら面白いんだけどな。おったまげーとか言い出してと、バブル期の歌を歌い出す、うん、平原綾香、それは間違いすぎや。そこまでは間違いない。せめて平野揃えはするから。さすがにね。うん、この BGM ってキャラソン？なんか可愛いねんけど、めっちゃ可愛いねんけど、うん、ね。平野義久、そういう野球選手だ。そんなことはいい。はい、待ったわよ。30分ぐらい前からここにいなさい。大変申し訳ございません。そうだね、時間通りに来たんだ。お、戦争か？おう、女連れた。マジか。いい身分じゃねえか。マジか、あんま体力は。あんま体力ないぞー。マジか。あ、しおりのキャラソンか。なるほどなるほど。860で勝てるかな。しかし俺には奥義がある。サイバーファング、ギャオ。強よ。それでくたばらない不良どんなんやねん。ちょっと待て、強すぎるやろ。ほら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 、うん、くなかなかやるな。オッケーオッケー。仕方ねえ、番長様にご報告だ。コナミコマンド使っていいのここで。オッケー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 、うん、番長に報告され。次回なんで鏡さん水着なんや。そういえばなぜ。ちょっと待てー、来たー。ちょっとコナミコマンド入力してみるか。総番長や。あ、やっぱおんねんな。これ2でね、十文字さんの親じゃない、兄貴やねんな。茶番はここまでだ。礼をさせてもらうぞ。これでも食らえ。総番長が倒せない。総眼力、うん、大五院邪気やな。あ、大五院邪気並みやな。思い知ったか、うん、俺様に逆らう者の末路はこうなるのだ。あ、一文字先輩チス。どこかともなく声が聞こえる。お願い、立ち上がって。あそこは鏡さんじゃないんや。まだやるべきことがあるの。鏡さん、ちょっと服着てくれ。ああ、ファイナルファンタジー4のような。あなたならできるわ。ファイナルファンタジー4のような展開や。強すぎる。彼女を守ってあげて。強すぎる。何？うん、見張るか。うんうんうん。コアッパが超眼力を見切った程度で図に乗り寄って俺様の真の力を見せてくれる。番長もだいぶ棒読みやな。行くぞ。うわテンプレのような宇宙空間。貴様の力はそんなもんか、うん、あ、さ、上コナミコアンドやったな。よし、ん、あ、入らへん。スタートでコナミコマンドで回復。上上下下左右左右へ。ああ、そうなんや。お前回復した。ほら奥義だ。んなん最強すぎるやないか。
ていうか別にコナミコマンド使わんでも勝てた説あるけど。あ、なんかした。セクシービーム出直してらっしゃい。これがドラクエイレブンの何も聞いてへんよ。お前が出直してこい。鏡さん。そでるよ。君が出直してきてもらえますかね、鏡さん。どういうことやねん。出直してらっしゃい。何も聞いてへんから。ちょっとは動き止めてくれよ、ほんまに。貴様の力はそんなもんか。うん、さあ、奥義いけ。サイバーファングめちゃくちゃ強いな。くらえ、サイバーファング。うん、どうや。ほんま、鏡さん出直してきてくれ。出直してらっしゃい。普通に攻撃技使ってほしいな。ほんまなんか仲間運に恵まれないな。おぉ、きつい。うん、回復しとくか。上上下下左右左右右。え、位置だけ。上上下下左右左右 BA を入力した数値だけ上がるらしい。だから上下下左右左右 BA、 上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 上下下左右左右 BA、 下下左右左右 BA、 上下下左右左右 BA、 上下下左右左右 BA、 下下左右左右 BA、 下下左右左右 BA。 あれ、なんか立ち見出てる。そんなことないよね。うん、なんか飛ばされるやつが出てんだけど、ここに来てなぜか。うん、左右間違えてるわ。あ、全然だいぶ失敗してる。うん、きつい。うーん、おー、来た。これで死んでくれへんかったらきつい。これで決まってくれ。決まらない。追い出された。マジか。出直してらっしゃい。うん、なんでや。俺が白熱した戦いを繰り広げていることが世間にバレてしまったから。ちょっと待って、どうしようか。これ頑張る？めっちゃしんどいねんけど。うん。いや、防御したら、なんやろ、鏡さんがもうちょっとまともな攻撃いろいろできたら防御も意味あるんやけど、今鏡さん全く役に立たへんから意味ないんやろね。うん、いや無理や、もう諦めよう。無理や。無理すぎる。うん、あまりにも無理すぎる。肩払いたいわ。お、まだサイバーファンが聞いた。負けても別に大丈夫よ。好感度下がるかもしれんけど。どう？ダメ？あ、もう、うん、厳しい。あ、終わった。くそー。うん、ふっ、情けない。俺様に立てつこうとは10年早い。どんだけチビやんねんこいつ、ほんま無理やこんなん。終わってもうた。この追い出されるやつなんとかしたいな。うん、コメント表示、コメント書き込み設定、読み上げ設定、一般設定。ちょっと待ってね、コメントのやつを。なんかわからんから今日はええか。うん、すまん、今日はいいや。うん、ちょっと次回までに直しとくわ。うん、ちょっとなんか
HB IF シートナンバーとかいうのが下に出まくるけど、あ、出てないか、あ、いいか、よかったよかった。よっしゃ、じゃあね、うん、まあとりあえずこれでよかったんじゃないかなと。うん、そっか、あの出てないねんね。 OKOK、 よかったよかった。で、いや前消した設定がね全部ぶっ飛んだんですよね。もうちょっとだけやるか、なんか今日楽しいから永遠にやってしまうんやけど、あんまりやり続けるとまた俺が疲れてくるから。どうかな、寝るか寝るか。あ、はい、かわいい、かわいいさん、どうしたの。ねえ、めっちゃ誘ってくるやん。空いてる。まあこれ、あ、でも片桐さんな、もうええんやけどな。まあでも誘わずに、誘うターンを使わずにデートができるというのはでかいからな。美術館に行かない。おい、ストレートに鉄板のとこ誘ってくれ。本当に。それじゃあどうしよっか。まあ、行っとくか。オッケー、それでいいわ。うん、片桐さんと、あれ、俺なんか一人爆弾ついてなかったっけ、そういえば。あれ、ありえ、ありえ、うん、ね、まだ片桐さんは来ていないようだ。ついてるよね。そうよね、やばいよ、そろそろ。ごめんなさい、ちょっと手間取っちゃったの。うん、いいのよ。 No, no, don't mind。 それじゃあ中に入りましょう。そうだね、中に入ろうか。怖い。ガンダウル、私この人の絵の大ファンなの。怖ない、ガーギーってこんなん怖いねんけど。ファイナルファンタジーのラスボス級に怖いねんけど。そう、来てよかった、ね。ほら、これなんてスチルやし、グレートね、しびれちゃうわ。急にスチル来た。向こうからスチルイベントに誘ってくれた、ありがとうございます。はい、 Yeah, I think so。 いいわね、私もこのぐらいかければな。 Yes, so fun。 よっぽど好きなんだな。 You watch, you watch in 2 hours。 よし、覚えたわ。さあ帰りましょう。 Yeah, you remember? 忘れないうちに家に帰って絵にしておくのよ。写すんか。おお。Yes。 今日は付き合ってくれて Thank you。 ありがとう。 Oh, no problem。 俺でよかったら Every day 付き合うよ。さあ帰りましょう。うん、 OK。 4に英語キャラいたっけ。4は外人さんキャラがいて、日本大好きという設定やったと思う。いや、かわいいね。うん、よっしゃ。古ネギと片桐さんお似合いじゃん。そうやろ。うん、まあ、でもね、うん、知り合いの実況者にとてつもなく片桐さんが好きな谷口孝雄という人がいてですね、彼を差し置いて片桐さんを好きとは、ね、とても言えないんですよ。うん、なのでね、うん、これだけはね、これだけは言えない、言えないんだ。理系乗せたいな、部活行くか。月曜日電話、どうしようかな。あ、ちょっとよしを聞いとくか普通に。うん、はい、早乙女です。なんだ、しゃ、当たり前のこと聞くなよ。ところで、うん、どうしたんだ今日は。OK、評価聞こう。評価か、ちょっと待ってくれよ。どんなとこかな。お前に対する評価はこんなとこだな。おお、結構上がったね。しおりか、なるほど。片桐さんも惚れてる状態なので、なんかスチル見れるかもね。あ、スキーイベントとかなかったっけ。あ、スキーイベントあれか、加賀美さんか。いや、もう加賀美さん、ここはときめき持っていく無理や、諦めるしかない、そのスチルは。片桐さんのスチル、まあまあ見れたからな、すでにね。虹野さんも持っていけそうやな、ある程度ね。いや、一回爆発した割には結構回復したよね。よかったよかった。オッケーオッケー。で、まああとは別にいいんだけど、伊集院でも聞いとくか。どこだな。オッケー。あ、でも変わった。
3年目やから、そっか、ここの尾行変わるんやね。キザで嫌味で冷徹で嫌なやつ、全男子デートの敵でも金持ち。キザ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 やったもんね前回。何ってことよ、女の子の情報なら俺に任せてくれや。えい、ああ今日も疲れたな、急いで家に帰ろう。あ、うん、如月さんどうしたの。あの、一緒に帰ろうと思いまして。いいじゃん、さあ、よかった。それでは帰りましょう、ね、如月さんと楽しく稽古した。うん、しおりがいるぞ。あ、じゃあしおり怒ってんじゃん。そっか、別に聞く必要なかったんだ。うん、ここで暗示してくれるんであれば。一緒に帰るわよ。もちろん、これは断るわけない。めっちゃ誘われんな。うん、よし、待って、ここで、あ、セレクトボタンでメニューモードが変更できます。それはあ、マウスに、あ、なるほどね。あ、はいはい、しおり、もう寝ます。あ、もう終わります。でもそれも、はいはい、おやすみなさい。うん、はい、藤崎です。うい、フルコンって言いますけど。ん、なんだい。うん、なんでもないの。ところで今日は何の御用。ね、じゃあまあ普通にもういきなり、まあ来週にしとこうか。ね、この子はね、まあ普通なところ誘っといたら普通に鉄板な女の子なんやけれども、どこ行こうかな。なんかシールとかあるっけな。もう、あ、でもしおりも結構そのときめき状態になってないとあかんみたいな話やったよね確かね。うん、しおり好感度高いとね、近所の公園で思い出話みたいな発生するんやけど、好感度足りひんやろな、それ発生させるには。わかったわ、忘れないで来てね。うん、忘れるわけないよ。じゃあね、オッケー、した。じゃあ今日はここで終わろうかなと思います。うん、よいしょ。ハズキやんと思ったらフルコンやったか。そうだぞ、私はフルコンだ。どうもな、よろしくな。うん、しゃ、しっかりセーブしたぞ。というわけで、本日はこれぐらいで配信は終了させていただこうかなと思います。録画を止めます。